人ぐらい、7、8人で回してますね。すごくバーチャルな社会っていうか、っていうのがすごくこう発達してきて、ね、インターネットであるとか、ゲームとか、そういう生身の体を使わないことが多くなってきちゃって、うん、そういう人たちにこうなんかもう一度触れ合うとかね、何かを感じるとか、そういうどちらかというとアナログみたいな感じのことっていうのを感じてもらえると、なんかすぐ切れちゃう人がいるとか、なんかわかんない、そういうように今の日本の抱えてる問題みたいなのを少し解決する糸口 になるかもしれないなというふうには思ってます、ね、これ少しだけなんですけど、これなんで見てください。すいません、なんかわざわざありがとうございます。最初はあの、ね、知らない方に触れてしまうことを、ちょっと申し訳ないというかごめんなさいっていう感じだったんですけども、あのいてくれてすごく安心というか、ふって触った時にその肌の感覚とかがすごく安心できて、ああ人がいるんだ、仲間がいるんだなっていうのをちょっと思って、ちょっとホッとしました。そこに人がいるということが結構すごいことなんだっていう感じがしたので、見えないからこそ余計にそこら辺が深くというか感じられたので、やっぱ新鮮な体験でした。時間がすごく短かったですね。私は味覚が変わったっていうことですかね。あの赤ワイン頼んだつもりだったんで、ワインって言って頼んで飲んでる時は赤ワインのつもりだったんですけど、いや今日は白ワインですよって言われて、どうもなんかやっぱ味覚、目で見て味わうっていうじゃないですか、それが本当にあるんだなと思いました。感想はすごくね、来てよかったなというの感想です。逆に今そのいかに普段生活している中でその視覚で人をまず判断する、第一印象で判断するという言葉があると思いますけど、まあ、見かけで判断しているのが多いのかなって、まあ、それがあってもバリアとか作って、なかなかその人と打ち解くように時間かかると思うんですけども、そういうのが一切こういう暗闇の中でもうさっと忘れたですね。もうなんかもう声だけでもう一瞬連帯感を生まれて、出てきてやっぱ世界の見方が変わるようなっていうのを、はい、忘れないようにも毎年あるな、毎年参加したいというふうに思いました。ありがとうございました。こちらの方にありがとうございます。全ユニットが終わりまして、数でいうと、発表をします、今回のキャパは6096人の設定でやりました。実際ここに訪れた人が5777人、実に 94.8% の稼働率でありました、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。いつもお客様が喜んでくれいただければもうそれで私の幸せなんで、はい、もうそれだけなんですけど、なるべくお客さんがこう見つけたりしてお客さん同士でこうやってもらうように努めたんで、すごい関係がすごいできてきて、非常にいいなっていうことを今回改めて発見しました。まあ、人とコミュニケーションをするというか、自分の言葉を相手に伝えることの難しさと、あとはまあ難しいながらも伝わった時に感じる喜びというようなものを学べたと思いますね。まあ、自分の表現力も随分広がったんではないかなというのが今回アテンドしてきて一番大きな成果だったと思います。視覚障害者であるがゆえにできる仕事だというふうに考えたので、それで応募してるんですね。で、現実やってみてやっぱり我々でなければできない仕事だっていうのはすごく実感をしました。リードというよりはどっちかというと仲間に入れていただいて一緒に回っていくような感じでさせていただけたので、私だけではなくてお客さんにもたくさん声を出していただきながら回れたので、すごくコミュニケーションを取ることができて楽しくやれた部分は多かったんじゃないかなと思っておりますが、私人と接することっていうのが すごい好きなので、本当にたくさん素敵なお客さんとかスタッフの人と触れ合うことができて、本当にこう、まだずっと続いていけばいいなという気持ちでいるので、なんかまだ例えば明日ももうなんかこうこのまま来てしまいそうなというか、
舞い上がることなく前進していくって感じですかね。開催するごとにですね、皆さんすごく注目していただきまして、こういった、対話とかコミュニケーションとか、あと五感を感じるということが年々若い人も含めてですね、広がってきてるんだと思います。そして単発のイベントでやりますと、もう8000人とかというチケットでもすぐ売り切れてしまいますので、今後はこれをドイツにあるような常設を作りたいと思ってます。常設を作りますと、企業単位ですとか、あと学校単位だとか、あと OL の方が何かあった時にマッサージの代わりにスッと来るだとかというふうな気軽な感じで、使っていただけるんじゃないかと思ってます。あとアテンドの視覚障害者が、新たな仕事といいますか、彼らにしかできない能力を持って社会に参加できるような仕事を働く場になればいいと思ってます。こういうプロジェクトが当たり前にあるような世の中になればいいなと思ってまして、特別なこの中でしか人と人がコミュニケーションできないというようなことではなくて、本来はこの暗闇を出た後、日常生活の五感を使って楽しくなっていけばいいなと思ってます。昔人間たちは音でさまざまなメッセージを送っていた。ヨーロッパから始まった究極のエンターテイメント、TBS ラジオ主催ダイアログインザダーク。音や匂い、触った感覚、暗闇の中であなたの感性を呼び覚ます。一人の私にも声をかけてくれる人がいた、助けてくれる人がいた。普段からそうなるといいのに。